さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ ボクシングのボクシングでございます。さあ今回の放送ですが、今回は現地時間10月12日の土曜日、日本時間では翌日13日日曜日のおそらく午前中、サウジアラビアリヤドにて行われる WBA、WBC、IBF、そして WBO 世界ライトヘビー級4団体統一タイトルマッチ、アルツール・ベテルビエフ対ディミトリー・ビボロの一戦の勝敗予想をしていきたいと思います。今年この2024年の10月は本当にボクシング界でいろんな楽しみな試合がたくさんあって、さあその中でも僕はベテルビエフ対ビボロの試合がぶっちぎりで一番楽しみ、これ同じことを思ってる人も多そうですよね。ライトヘビー級の4団体統一タイトルマッチということで、男子ボクシング史上10人目となる全4団体統一チャンピオンが決まる一戦。アルツール・ベテルビエフの方が WBC と IBF と WBO3 本のベルトを持っている3団体統一チャンピオンで、ビボルの方が残る WBA のチャンピオンですね。お互いチャンピオン同士、さらにはお互いが全勝無敗、そしてお互いがアマチュアエリート、お互いが旧ソ連圏出身で、お互いが現リングマガジンのパウンド・フォー・パウンドランキングトップ10以内、お互いが人間離れした人外の強さを持つ者同士という、いわば究極の一戦ですよ。でさらに突っ込んだこと言うんだったら、ボクサーのタイプ的にもね、ベテルビーフの方はなんと KO 率 100% の圧倒的ハードパンチャー、今唯一の KO 率 100% 世界チャンピオンですし、ボクシング界一のパンチ力、ボクシング界一の攻撃力を持つ選手と言われることも多い。対するビボロの方はあのカネロをも封じ込めた機動力、左ジャブを中心とした速射砲のような高速連打、インアンドアウトのステップ技術を持つスピーディーなボクサータイプ、この圧倒的パワー対圧倒的スピードっていう構図も、もう最高じゃないですか。ヘビー級の頂上決戦となったオレクサンダル・ウシク対タイソン・フューリーの試合も今年2024年のハイライトの一つだと思いますけど、それにも負けず劣らずこのベテルビエフ対ビボロの試合こそが今年最高の一戦と思ってる人も多いですよね。現 WBC、IBF、WBO 世界ライトヘビー級3団体統一チャンピオンアルツール・ベテルビエフ、旧ソビエト連邦、現在のロシア、さらに正確に言えばロシア連邦の構成国家ダゲスタン共和国出身で、1985年生まれの39歳、現 WBA ミドル級チャンピオン、41歳のエリス・ランディ・ララに次いで現役2番目に年上の世界チャンピオンですね。で現在はカナダに住んでいてカナダ国籍も持っています。現在のプロ戦績は20戦20勝 20KO 無敗、先ほども言った通り現状唯一の全勝全 KO 勝ちパーフェクトレコードを持っている世界チャンピオンですね。でもあまりのその人間離れした強さ、圧倒的パワー、圧倒的鋼の肉体のせいでクマと呼ばれることさえある、もう人間飛び越してクマ並みの強さがあるっていう一種の褒め言葉ですよね。てか実際その医学的生物学的観点から見ても一般的な人間とは違うことが証明されていて、なんと過去行ったドーピング検査でヒューマングロースホルモン、いわゆる HGH と呼ばれる人成長ホルモンの値と、筋肉や骨格の強度に影響する男性ホルモンテストステロンの値が人並み外れて高かったという結果が出ているんです。ただ別にドーピングをしているというわけではなく、薬物使用のテストに関しては全部が陰性で、シンプルに生まれつきの数値が異常だったっていうね。試合に勝った後もほとんど感情を表に出すこともないし、すごい自制心、自分を律する心が強いタイプ、そういうの見ていても、もうマジで戦うために生まれてきたロシアのクマ型戦闘ロボットなんだなと。実際人柄とかはねすごく真面目で優しい方なんでしょうけど、人間離れしたテストステロンの量とか、淡々と対戦相手を破壊していく様とか、
まあ、もし仮に彼と野生動物的な世界観の中で遭遇して弱肉強食の命の奪い合いをしなきゃいけないとなったら 100% 殺されるであろう。そういう感じの怖さがあるんですよね。そんなロシアのクマさんことベテルビエフですが、11歳の頃にボクシングを始め、早々に頭角を現すも、16歳の頃お父さんを交通事故で亡くしてしまうという非常に辛い経験もしています。ただその中で母親や兄弟たちに支えられながらアマチュアボクシングヨーロッパ選手権や世界選手権で見事優勝を収めると。で、通算アマチュア戦績は300戦295勝5敗と言われていますから、凄まじいですよね。でもこれボクシングに限った話じゃなくて、どんな競技でもどんなゲームでも何かしらで300回戦って5回しか負けちゃダメですよって言われたら無理ってなりますよね。で、2013年のプロデビュー後もキャリア第6戦目で元 IBF 世界ライトヘビー級チャンピオンのタボリス・クラウドを2ラウンド KO でボッコボコ。第8戦目では元 WBA 世界ライトヘビー級チャンピオンのガブリエル・カンピーリョも4ラウンド KO に下していますよね。まあ、このカンピーリョ戦の KO シーンとか、まあ、あまりの強さにショッキングでしたよ。で、さらにプロ第12戦目でエンリコ・コーリンに勝利し、当時空位だった IBF 世界王座を獲得。その後2019年10月プロ第15戦目では対戦当時全勝無敗の WBC 世界チャンピオンオレクサンドル・グボジクに勝利し2団体統一。で、2022年6月第18戦目では当時の WBO チャンピオンジョー・スミスもぶっ倒してパーフェクトレコードのまま3団体統一を達成するというね。しかも全部 KO ですから、シンプルにえぐいです。他団体チャンピオンたちとの統一戦だけに限らず、普通の防衛戦で戦ってきたカラム・ジョンソン、ラディボーヤ・カライジッチ、マーカス・ブラウン、アンソニー・ヤード、もうみんなタフなコンテンダーですよ。当然そんな簡単に倒せる相手じゃないし、ベテルビーフにしか KO 負けしたことない選手もたくさんいます。だから本当に一人だけパンチの強さが現実離れしてるんですよね。で、しかも見た感じ別に思いっきりフルスイングしたり見るからに力んでるわけではないんですよ。井上尚弥選手とかタンク・デイビスみたいなとてつもないスピード爆発力があるっていう感じでもなくて、なんか本当にね、コツ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 硬い鈍器でゴンゴンじわじわ殴り潰していくみたいな、そういう強さなんですよね。で、プラスアマチュア世界選手権で優勝しているような選手ですからね、まあ、当たり前に基礎的な技術力の高さも超一級品です。リングマガジンのパウンド・フォー・パウンドランキングでは現在第6位、同じくリングマガジンの階級別ランキングではライトヘビー級の第1位に君臨していますね。まあ、もし今回ここでビボロのことまで KO するようだったら、パウンド・フォー・パウンドランキングの第4位まで上がるのはほぼ確定です。もうそれどころか、最近は固定化しつつあった上位3人、オレクサンドル・ウシク、井上尚弥、そしてテレンス・クロフォード、このトップ3を切り崩す可能性もあるんじゃないかなと僕は思っています。ただこれだけ強い怪物ベテルビエフに、今の地球上で唯一勝てるライトヘビー級ファイターがいるとしたら、それこそが今回戦う WBA チャンピオンのビボルですよね。現 WBA 世界ライトヘビー級チャンピオンディミトリー・ビボル、旧ソビエト連邦構成国家の一つキルギスタンの出身で、現在の国籍はロシアになりますね。ただお母さんが韓国人家系なんで、見た目はかなり東洋アジア人系の顔をしています。で、現在の戦績は23戦23勝12 KO 無敗、まあ、KO 率こそ 50% ちょっとですが、こちらも全勝無敗。で、リングマガジンのパウンド・フォー・パウンドランキングでは現在第7位、まあ、6位のベテルビエフとほぼ同じ位置。で、リングマガジン階級別ランキングではライトヘビー級の第2位です。まあ、リングマガジン系のランキングだとベテルビエフよりランクが下なんですけど、TBRB のパウンド・フォー・パウンドランキングではこのビボロが4位でベテルビエフは8位。まあ、なんでこの辺の評価に関しては本当人によると、まあ、今この戦う前どっちが上とか下とかその辺は各々の個人的な意見に委ねる部分ですが、間違いなく言えるのは今回のこの対決こそが
誰しもが認めるライトヘビー級のザ・頂上決戦です。ビボルの方は6歳からボクシングを始めており、これまた283戦268勝15敗というバケモンみたいなアマチュア戦績を残しています。主要な大会で言うと2008年の世界ユース選手権で銅メダルを取っていますね。で、2014年のプロデビュー後、プロ第7戦目で対戦当時全勝無敗だった当時の WBA 暫定チャンピオンフェリックス・バレラに判定勝利で、この後当時の WBA 正規チャンピオンだったバドゥ・ジャックが王座を返上したことで、ビボルが暫定から正規のチャンピオンに繰り上がっているんですね。で、暫定チャンピオン時代の防衛戦も含め、現在この WBA タイトルを無傷の14連続防衛中と。キューバのアマチュアエリートサリバン・バレラにも勝ってるし、元 WBC チャンピオンジャン・パスカル、他にもベテルビエフと共通の対戦相手であるジョー・スミスにも勝ってますね。他にも現在の WBA 世界クルーザー級チャンピオンで、過去には WBO のスーパーミドル級タイトルも保持していた2階級制覇チャンピオンヒルベルト・ラミレスに唯一の黒星を与えているのもこのビボルです。ただその中でも特にこのビボルの名前を世に知らしめた一戦といえば、やっぱりあの2022年5月のカネロとの試合、まあ、カネロとやる前から安定政権を築いていたチャンピオンではあったんですけど、それでも当時パウンド・フォー・パウンドの1位だったカネロに勝った衝撃はすごかった。このカネロ戦のおかげで一気に世界的な評価、世界的な知名度を得ることになったと。僕も含め世間大半はカネロが勝つと思っていましたからね。本当にこの試合でビボルの人生は大きく変わったはずです。で、最近ではリンドン・アーサーやマリック・ジナード相手にも盤石の勝利を収めていると。まあ、圧倒的なパンチ力、圧倒的な倒しやベテルビエフとは違って、機動力やスピード、また運動量の豊富さに裏打ちされた巧みな距離感なんかが大きな武器であるボクサータイプのビボル、まあ、倒す能力に関しては当然ベテルビエフが大きく上回っていますが、どれだけパンチが強かろうが当たらなきゃ意味がないのがボクシング。あれだけ動けるビボルを前にして、いかにベテルビエフといえどちゃんと倒せるようなパンチを当てられるのか、ここが大きな見どころになっていると思います。でも、このビボルの方も旧ソ連圏の人たち特有というか、感情の読み取りづらい独特な雰囲気が出ている選手で、機械のように正確なリズム、正確なステップワーク、巧みなジャブで淡々とゲームを支配していく、本当にちょうどいい具合の距離で戦う選手なんですよね。決して近すぎず、かといって決して遠すぎずというか、無駄には離れすぎないけど無駄に近づきすぎることもないみたいな、まあ、あの絶妙な距離、あの空間支配能力は見ていてたまりませんよ。だ、そのあまりの安定感の高さ、感情を出さないポーカーフェイスさとか、いろんなことが相まって人造人間なんていう風にビボルのことを形容する人もいるんですね。なんで熊対人造人間、どちらも人外の領域まで到達した怪物2人が激突する究極の頂上決戦と言えるのかなと。ただ、まあ本当に勝負論のある50-50ファイトすぎて予想するのがめちゃくちゃ難しい、まあ、なんだかんだ最終的にはベテルビーフが捕まえて KO しちゃうのか、はたまたビボルの機動力、空間支配能力がベテルビーフのことさえ空転させてしまうのか、ここにつきますよね。もう本当にビボルが12ラウンド完璧な戦略、完璧な動きをし続けられればビボルが勝つんだろうし、とはいってもやっぱり12ラウンドあればさすがにどこかでベテルビエフが一発当てるみたいな絵も想像つく、まあ、ここが本当に人によって意見が分かれるんですよ。ちなみにボクシングのオンラインベッティングが楽しめるステークがこの録音現時点で出してるオッズは、ベテルビエフの勝利が2倍ちょうど、そしてビボルの勝利が 1.75 倍です。まあ、もうこれは本当に 50-50 ファイトにふさわしい非常に競ったオッズとなっていますが、その中で若干ビボルの方が有利と見られているわけですね。でも確かに世間に出回っているプロ選手とかプロトレーナーとか、あとはボクシングオタクたちの勝敗予想を見てると、ビボル有利って言ってる人の方が多い気はします。ただそう言ってる人も当然勝負論あるって言ってるし、もう絶対的にこっちは勝って当たり前と言ってる人はほとんどいない。で、判定か KO かまで選べるオプションもあるんですけど、そっちになるとベテルビーフの KO 勝利 2.65 倍か、
ビボルの判定勝利 2.23 倍が特に堅い選択肢。逆にベテルビエフ判定勝利とビボル KO 勝利には同じ 6.8 倍のオッズがついています。まあ、ベテルビエフが勝つんだったら KO で、ビボルが勝つんだったら判定と見てる人が圧倒的に多いってことなんで、これも両者のボクサーとしての特性をよく表した数字になっているというわけですね。本当にこれは人によって意見が割れる試合だと思いますけど、だからこそ予想しがいのある一戦。もしこれを機にステークのボクシングベッティングで遊んでみようと思った方がいれば、概要欄に貼ってある特典クーポンコードを使ってこのチャンネル限定50ドル分のファーストベットボーナスをゲットしてみてください。なんとこのコードを使っておくと、仮に初めてのベッティングで予想を外してしまったとしても、なんと約7500円分までのベッティングであれば、負けた分のお金が丸々キャッシュバックされて全額戻ってくるんですよ。当然予想を当てれば普通に勝ち分が得られて、仮に外しても負けた分の賭け金が戻ってくる。要は7500円まではノーリスクでボクシングベッティングが楽しめるんですね。このボーナスについての詳細は概要欄のリンク先に書いておくんで、ぜひこちらのスペシャルボーナスをゲットした上でステークでのボクシングベッティングをお楽しみください。さあ、ということでこの辺りでそろそろ僕の勝敗予想もシェアしていこうと思いますが、今回の僕の個人的な勝敗予想は、アルツール・ベテルビエフの8から10ラウンドくらいでの KO 勝利としておこうと思います。ブックメーカーのオッズ的には若干アンダードックとなっているベテルビエフですが、僕の予想は熊型戦闘ロボットベテルビエフの KO 勝ちですね。今回ビボルの勝利を予想している人たちは、その理由の一つとしてベテルビエフの年齢的な衰えとか、あとは試合延期の原因となった膝の怪我を挙げる人が多いわけですよ。ご存知の方も多いと思いますが、この試合もともと今年の6月開催予定だったところ、試合日の約1ヶ月前5月にベテルビエフの膝の半月板損傷で日程延期で、それから膝の手術をちゃんとして開催日が10月にずれてると。でも確かにこの怪我は明らかにベテルビエフ側の不安要素ですし、年齢も33歳のビボルに対してベテルビエフが39歳、来年1月には40歳になるわけなんで、一般的な常識としてボクサーとしてのピークを過ぎていて全然不思議じゃありませんよね。そうは言ってもね、結局最近の試合、ジョー・スミス戦とかアンソニー・ヤード戦とか前世のカラム・スミス戦なんか見てても、全然まだまだ健在って感じがするんですよ。で、怪我に関してももう完全に完治してるっぽくて、もともと結構ベテルビエフって実は怪我をしがちなんですよね。なんですけど、毎回ちゃんとリングに帰ってくるときはその怪我をちゃんとしっかり治してすごいパフォーマンスを見せてくれているんで、なんかそういう怪我の回復力とか年齢による劣化の遅さなんかも一般人の常識が通用しないイメージがあります。あとは過去のレジュメでも僕はベテルビエフの方が優れているんじゃないかなと考えていて、ここは結構反論をもらえそうでもありますけどね。もちろんネームバリューのデカさではビボルが勝っているカネロが一番すごいんですけど、言ってもやっぱりカネロってあくまで下の階級の選手ですからね。純粋なライトヘビー級ファイターとしてのレジュメは前世紀のゴージュク倒しているベテルビエフの方が僕にはより輝いて見えます。下の階級の選手であるカネロに勝ったことで大きく評価を上げたビボルとは対照的に、ベテルビエフの方はコツコツライトヘビー級のトップコンテンダーを倒し続けて今の評価を得てきた。でもカネロに勝つのも本当すごいんで、ここはあえて比べるならみたいな話になってきますけどね。当然どちらもとんでもない選手というのが大前提です。また両者のボクサーとしての武器を比べた時、ベテルビエフって相手の左ジャブにかぶせる右クロスのカウンターがめちゃくちゃうまいんですよ。で、ビボルの得意武器といえば、やっぱり左ジャブですからね。あのベテルビエフの右カウンターをもらうことを警戒して、思ったほどビボルのジャブが機能しなくなってしまう可能性はありそう。一発でもいいタイミングであの右もらっちゃったら、それでジエンドになりかねませんからね。やっぱりあの圧倒的なパワーがあるっていうのは大きいアドバンテージ。その上、ベテルビエフもジャブを当てるのがめちゃくちゃうまいし、しかもジャブといえど一発一発が本当に重い。しっかりあの重たいジャブを当てるポジショニングで、相手がプレッシャーを感じる嫌なポジショニングを理解してるんですよ。KO率 100% ということで、
どうしてもパワーばかりに注目が集まりがちですが、なんでこの実力が拮抗したトップレベルファイトの中であそこまで KO を続けられるのか。それはこういったポジショニングスキルとかジャブの上手さとかパワーに頼るだけではない上手さがあるんですよね。で、僕は結構シンプルにビボルとジャブの差し合いをしても競った勝負になるんじゃないかなと見ています。で、加えてビボルは確かにアウトボクサー的要素が強めの選手ではあるんですが、変に自分からやたらめたらと足を使って下がったり回ったりしてるタイプの選手ではなく、ちゃんと自分からジャブとワンツー主体で仕掛けてそれなりのプレッシャーを与えていく展開を得意としているんです。で、そのプレッシャーを与えながら絶妙な距離感をキープして相手に触らせないみたいな、逆に相手からプレッシャーをかけられる展開はあんまり好まないタイプなんですよね。で、それで言うとベデレビエフのクマさんフィジカルを考えるとそう簡単には下がってくれないじゃないですか。なんでビボルが理想とする展開、ビボルが思うようにプレッシャーを与える展開になかなかできないんじゃないかなってイメージもあるんですよね。まあ、ベデレビエフのパワーってもちろんシンプルに相手を倒せること、あの KO 率 100% という数字が一番わかりやすい指標、一番わかりやすい凄みですよね。それだけじゃなくて、あのパワーがあるからこそ対戦相手が普段よりも消極的になっちゃうみたいな、なんか本当に無意識のレベルであのパワーに警戒するがあまりちょっと踏み込みに躊躇するとか、若干体が硬くなるとか、それパッと見の見た目ではわからないような対戦相手の能力を無意識に下げてしまう、ビデオゲームでいう状態異常のような効果もあると思うんです。ベテルビーフと戦っている対戦相手って表情がこわばってるというか、こいつマジでやべえなみたいな顔をしてる印象がある。そのせいでなんか体がこわばって普段の力を出せないみたいな、それもベテルビーフの力ですからね。なんで本当にビボルが普段通りいつものように戦えるのかっていう前提から疑ってかかるべきなんじゃないかなみたいな気もするんですね。ただですよ、ビボルもビボルで人造人間と呼ばれているくらい人間離れした安定感、そしてメンタリティ、作戦遂行能力で、まあ、相手が誰であろうとちゃんと自分が勝つためにすべきことをやりきれる選手なんですよ。このビボルのメンタルの強さ、クマが相手だろうが決してビビらない人造人間プリもこの試合の展開を左右しそうなすごい興味深いポイントですよね。てか本当ボクシングの上手さとか強さだけじゃなくて、この精神力、メンタルの部分においてもボクシング界1、2を争うような2人なんじゃないかなと。まあ、多分ビボルもベテルビエフにビビることはなく、逆にベテルビエフもビボル相手にビビることなく、2人が堂々と自分のボクシングを披露してくれる予感もある。で、その中でベテルビエフは過去ダウンを奪われたこともありますからね。ディフェンス的な緻密さ、丁寧さなんかではビボルの方に軍配が上がると思います。まあ、この人造人間ビボルのボクシングの正確さ、緻密さ、圧倒的な距離感、リングジェネラルシップ能力、この辺にはベテルビーフも苦労することになるんではないかなと。で、それでも僕はやっぱり最後の最後、どこかでベテルビーフのパワーが試合を決めちゃう予感がするんですよ。いかに人造人間超人ビボルといえど、12ラウンドフルに完璧にベテルビーフの攻撃を無効化できるとは思えないんです。てかベテルビーフのパワーがあればクリーンヒットする必要さえないですからね。ガードの上からだろうが、頭をかするようなパンチであろうが、体に触れさえすれば恐怖心や警戒心、身体的なダメージはもちろんのこと、精神的なダメージも植え付けられると。もちろんビボルがうまく戦ってポイントをピックアップするラウンドも結構あるとは思います。どれだけビボルが精密緻密に戦っていたとしても、一発いいのが当たれば全てをひっくり返せるのがベテルビエフなんですよ。まあ、ビボルの方がよりパーフェクトなミスのない戦い方をしなきゃいけないというハンデがある。大げさに言えば本当に触れさせないくらいの意識で戦わなきゃいけないですよね。ただベテルビエフは何度も言うように、決してパワーだけではない、基礎的なボクシング技術も高い、テクニックのあるハードパンチャーですからね。なんだかんだビボル相手にもコツコツパンチを当てていくと思います。そのコツコツパンチが少しずつ少しずつビボルの体力やメンタルを削っていき、中盤から後半どこかで人造人間ビボルのコンピューターに初めて狂いが生じ、
ほんの少し距離感を間違えたビボルのジャブにベテルビエフが右クロスカウンターをかぶせてぶっ倒すと予想しておきます。まあ、ビボルの場合ダウン経験こそなくても過去右のパンチをもらって効かされた場面は記憶にある。なんで効かされるとしたら右のパンチのイメージなんですよね。実は意外と僕はベテルビーフの判定勝利もあり得ると思っています。ベテルビーフの方がプレッシャーを与えてポイントは持っていくけど、ビボルのうまさが KO するところまでは至らせないみたいな、そういう展開は割とあり得そうですよね。まあ、もしベテルビーフの KO 率 100% を途切れさせるとしたらビボルくらいしかいませんよ。正直ビボルの KO 勝利っていうのはあんまり想像がつきませんが、ベテルビーフの判定勝利だったら想像がつくんで、オッズのうまさで言うとベテルビエフ判定勝利というのが一番なのかもしれません。本当僕の中でもね、この試合の予想は考えるたびに頭の中であっち行ったりこっち行ったりしてて、正直ベテルビエフの怪我した直後とかはこれはビボル有利かもなと思っていたんですけどね。でも最後はもうクマ人間のベテルビエフだったらそんな怪我も乗り越えちゃって今回も KO しちゃうんじゃないかなという気がしている。なんでこのチャンネルの最終オフィシャル勝敗予想はベテルビエフの後半 KO 勝ちとしておきます。まあ、本当に究極の頂上決戦なんで、何年に一回見られるか見られないかみたいなマッチアップですし、今後も長らく将来語り継がれていくであろう一戦、決して話題選考とか人気選考ではなく、ただひたすら実力だけでのし上がってきたガチガチな本物同士の激突です。本当こういう試合こそ世間で盛り上がるべきだし、できるだけ盛り上がってほしいなと思っています。なんでこれを見ている方はぜひともダゾーンのペーパービューを購入してライブ配信を見てみてくださいね。ベイン・ウィーテカーとか J ・オピタイヤの試合もアンダーカードに入ってるんで、ぜひそちらも合わせて楽しんでみてください。ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていければと思いますが、今回話をしてきた WBAWBC、IBF、WBO、世界ライトヘビー級4団体統一タイトルマッチ、アルツール・ベテルビエフ対ディミトリー・ビボルの一戦について、皆様それぞれの勝敗予想や展開予想も、この動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。ステークでボクシングベッティングをする場合、概要欄のクーポンコードを使って50ドル分のファーストベットボーナスをゲットするのもお忘れなく。ではまた次回の放送でお会いしましょう。